じゃあ次はフォワードスクラッチをやりたいと思います。先ほどベイビースクラッチでやったような動きが、前と後ろに出す引くっていう動きだったんですけど、まあ、フォワードっていうのは前に前方っていう意味なんで、前に出すだけの音を出したいっていうことになるので、こう前に出す音だけを使いたいということですね。この引く音はいらないのでフェーダーでカットしちゃうってことですね。なので引く音をカット、前に出す音だけを出して引く音をカット、これの連続ですね。これをビートに合わせるといきます。